こんにちは。中高年の味方、じじい雄三です。今日はですね、こちらにキシリトールのですね、ザ・キシリトール。これは、日本じゃなくてアメリカでですね、購入した、ガム、キシリトールですね。オリオンというメーカーだと思いますね。ちょっと私、あんまり詳しくないんですけどね。こういう感じですね。で、これがですね、日本のは、私はこういうのを見たことありませんけど、ここを取って、特徴はここにですね、ここにあります。ここにですね。これはまだ開けてませんので、ちょっと開けたのがありますからね。種類がいろいろあります。種類は別として、これがですね、食べ方というか、口に入れて食べるんですけど、こんな感じですね。こんな感じで、こうしてすればですね、ここにその1個が出てるという感じですね。ちょっとわかります。ちょっと今は出てません。すいません。こんな感じでですね、出てきます。中にちょっと入れますけど、こういう仕方のはですね、私も初めて見ました。そうですね。内容はですね、アメリカのですから、いろいろ種類は、今ちょっとこれだけしか残ってませんけど、ちょっと、すいません、詳しくは、全部英語というかですね、書いてありますから、韓国語なんですかね、詳しくはちょっと説明できませんけど、こういう感じでですね、製造楽器とか、ちょっとよくわかりません。こういう感じで、非常に使いやすさをですね、こういう感じで出ますからね、使いやすさを感じた、キシリトールのですね、ルッテとかもこういうのはありますけど、こういうこうパッて出すのは、私も見たことはありません。こういうのを初めて見ましたので、これを紹介させていただきました。これ簡単ですけどね、ガムを食べながら終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。すみません、ガムが口入ってますので、よく喋りにくいですけど。ということで、そうやって最後にですね、チャンネル登録もよろしくお願いします。こういうことで食べながら終わります。お願いします。